今日の動画はこちらです。じゃじゃーん、これが届いたので開封していこうと思うぞよ。ドラゴンボールスーパーバトルプレミアムセットボリューム2、めっちゃかっこいいパッケージ。一番かっこいい時のご飯対一番かっこいい時のセールですね。セット内容はこちらになっております。こちらはですね、当時のスーパーバトルカードの5段から8段が復刻されて入ってるみたいです。あとね、真ん中のこの見えますか、この新規のカードもついてるんですよ。ちなみにこのボリューム1も前回開けてるので、よかったらそちらも気になる方はね、ぜひ見てくれたら嬉しいなぁなんて思います。どうしましょう。あ、別にそんな強制するものではない。そしてこちらがバインダーでございます。めっちゃキラキラ、このキラキラいいよな。私このキラキラ好きです。ご飯がめちゃくちゃかっこいい。このご飯めっちゃかっこいいからカード化してほしかったんですけど、今回のカードには入ってないっぽいです。こっちのセールもね、めっちゃかっこいい。後ろこの親子カメハメハのシーンめっちゃいいですよね。そしてセルの歯です。歯です。歯です。あ、セルの歯です。で、あと冊子がついてるんですけど、これもね、いい冊子ですよ。はい。いい冊子です。で、この中の内容はですね、何ご挨拶とセット内容ですね。ご挨拶とセット内容 P2、 あと完全カードリストです。あとね、書き下ろしイラストギャラリーがね、めっちゃかっこいい。はい、後でじっくり見ようと思います。で、この中には4段分の復刻が入ってるんで、この仕切りが4枚と、かっこいいね、リフィルがついております。こちらが復刻のカードたちでございます。で、このね、ここに入っているカードが新規なんですよ。ちょっと待ってね、こうか。これが新規カードです。よくない？めっちゃかっこいい。いや、ちょっとカードを見ていきたいと思います。まずこのご飯のやつから開けようかな。枚数が多いのでサクサクと見ていきたいと思います。やっぱりこのセル編のやつが多く入っているので、ご飯多め。ベジータさん、ブロリー、あ、いいよねブロリー。顔がすごい。あ、この大集合いいね。こういう集合絵私好きなんで。あ、ここからはノーマルだ。じゃあ次はこのセルの神経が入っていたパック開けてみたいと思います。で、これがこんな感じでつながるのにめっちゃいいな。こっちはどんなカードが入ってるかな。お、このマントつけたご飯めっちゃいいね。悟空さん、あ、親子、あ、これからのドン。あー、これいい、これめっちゃいい、これいいなぁ。メタルクーラー。お、セル、恐怖、最終変身。うおぉ。で、完全体セル。で、ここから、ノーマルね。ノーマルいきまーす。おぉ。すごくない？めっちゃ伸びてるんですけど。首、あ、クリリンだ。このシーンは、いいよね。
貫け。あ、ビヨーン。あ、ずし、ずしずし。あ、かわいい。バーダック、バーダックさん。あ、吸収、今吸収されようとしています。あ、このカードよくない？17号18号。おー、いいね。じゃあ3つ目のパック。あー、こ、あ、いいね、このカードめっちゃいい。次、あ、これ悟空の、悟空のこの V サインが切れてるから、つながるやつなんかな？ああ、いいね。このトランクスの表情かわいい。ああ、これからのこれ、いいね。あ、これか、さっきの。ちょっとつなげてみよう。こうなるんだ。あ、すごいいい。サタン。サタンの表情がまたいいですね。ええー。こういうのいいなぁ。じゃあ次。バビディ。バビディ、この毛の、なんだろう、ふさふさって生えてんの可愛くない？この生え方が可愛い。あ、ダーブラ。ここからノーマルね。あ、この二人。このコンビいいよね。かわいい。あ、ビーデルさん。今のビーデルさんもいいけど、この最初の時のビーデルさんもかわいいよね。ああ、いいね、頭つかまれた時の。これもいい。あー、チンジ、これやばい。ラストのパック、あー、かっこいい。おー、あ、ボージャックだ。おー、おー、いいね。ここからノーマル、ノーマルいきます。あ、かわいい。この時のご飯、かわいくて、この格好もめっちゃ好きです。あー、来た！これいいよね。この、挑戦士のシールにもなってたりとか、いろいろ、これ復刻されてるけど、このイラストはめっちゃいいと思う。トランクスよ。ベジータもいいなぁ。こういうカードもいいよね。おぉ、ボージャック軍団。かっこいいなセルジュニアだ。セルジュニアって可愛いよね。ということで、今回はこのドラゴンボールスーパーバトルプレミアムセットボリューム2、
開封したんですけど、いや前回のボリューム1も良かったけど、今回のもすごい良かったです。特に私今回お気に入りのカードこちら、こういうつながる集合絵めっちゃいい。いやこのカードたちはね30年くらい前のカードなのかな。あまあスパカリが爆誕する前のカードなんでね、あのもちろん持ってないので、こうやって復刻して出してくれるっていうのはねすごくありがたい。欲を言うとこのご飯の単体のカードとか、この後ろのね親子カメハメハの単体のカードも欲しかったなって思うんですけど、まあこのめっちゃかっこいいバインダーで我慢しましょう。次ボリューム3も予約してるんで、それが届くのを楽しみに待ちたいと思います。それではまたねー。